Hello everyone, and welcome back to some more Little Witch Romanesque with me, Phantom Zawai. So, last time we left off, I don't really remember exactly what we were doing because I had to, do other stuff for like a day, but let's take a look around. I know we wanted to do cave exploration, but yeah, this is the quest we wanted to do, right? And we only had a limited time to learn Imator Ars, or Ares? I don't know. Where was it? Where the hay was it? I seem to recall us being within range of it. Oh, there it is. Okay. Okay, that's right, we already had even completed the lesson for it, so we can learn this right away. Mimic a spell that you've seen before. No matter how great the magic is, you can duplicate the effects. However, you must not forget something. Magic that is gained only through mimicry is soon lost. Cast the same spell as Kaya. Oh, it's so fucking good! That is awesome. Wow. That seems really good in certain circumstances. You know, I'm not saying that all this changes everything, but it does make for some good stuff, I think. That's the ultimate spell, huh? Kidding. What did she duplicate? Oh, jeez. Whoa. Gotta be careful with that one. Alright. Well, she did it. Sugoi maho oboeta kedo, nanda ka kowai.
それも自分の力なんだよ。怖がらず信じて。でも飲まれないように。大きな力は時として人を狂わせるからね。先生が見ててくれるなら頑張ってみようと思います。ああ。Aww. It's so cute. エルモア殿。エルモア殿ではありませんか。グランバックか。これは驚いた。どうしてここに。それは私のセリフですよ。なんとも。ん、どうかした、トミノ。まったく、世間は広いようで狭いみたいですね。まさかお二人が知り合いだったとは。グランバックとはかれこれ数十年来の付き合いでね。私の持っている魔法の品々は彼のつてで入手したものがほとんどなの。まあ、とんだまがいものをつかませてしまったこともありましたがな。それも含めて世話になったよ。相変わらず手厳しい。なんだか楽しそうですね。何、年寄りの昔話ですよ。Old people. 聖女様が生まれる以前の教会のよもやま話などもいくつか知っておりますが。そういえば今の法王陛下も若い頃はいろいろあったね。ええ、一度式典の途中でお倒れになったことがありまして。後でこっそり侍従の方に聞いた話では、ご自分が読む経典の聖句を忘れてしまったので仕方なく倒れたふりをされたとか。まあ、あの法王様が。若い頃の話だけどね。なんだか人間的で親しみが湧くお話ですわね。ロゼッタ、お腹でも痛いの？いや、別に。She's really bad at understanding the human side of, of things that, you know, she perceives as divine, I guess. Anyway, let's go ahead and save our game. One whole turn later, and, then we will complete that quest so that, Arya can help out.You know, the people living in her family's lands. ちゃんとできるかな。これはひどいな。完全に街道が塞がっていますね。怪我人も多いようです。早く助けてあげないと。うん、頑張ろう。負傷者の治療は私に任せてください。ロゼッタ、人々の誘導を。はい、聖女様。教会より聖女様が参られた。ヴァンクリフの民を安心されるがよい。さて、この崖崩れはどうしたものか。魔法でどうにかならないか。わからない。でもやってみる。テンペロテラで瓦礫を溶けてみるね。行くよ、カヤ。Pretty good. まったくだ。見習いの魔法でこの威力。真面目に修行するのがバカバカしくなるくらいだな。ごめんなさい。気にするな。Excuse me. アリアやカヤに嫉妬するほど私は子供じゃない。さて、私は一足先に早馬で救援物資を持ってくる。すぐ戻るから待っていてくれ。行っちゃった。オリビアさん、すごく精力的だね。お二人ともお疲れ様でした。村の方たちが
とても喜んでいますよ。人に感謝されるのって嬉しいね。うん、そうだね。あれ？オリビアさんは？まだ戻ってきてないの？剣闘士殿ですか？そういえば姿を見かけませんね。あ、戻ってきたよ。遅くなったな。わずかだが携帯食料や毛布などを分けてもらってきた。被災した者たちに配ってやってくれ。まあ、ありがとうございます。礼なら私ではなく分けてくれた者たちにこそ言うべきだな。さて、すまないが私は別の用事ができてしまった。用事ですか？こんなところで？向かった先で偶然にも古い友人と再会してね。こっちが片付いたらもう一度会いに行くと約束したんだ。わかりました。ドミノさんにはそうお伝えしておきます。よろしく頼む。I wonder if that has anything to do with, you know, her being from the Nile. Pretty darn sure about that one. オリビアさんのお友達ってどんな人なんだろうね。アリア？どうしたの？ちょっとね。オリビアさんが向かった先、確か旧ナイル王国の方向なんだよね。ナイル王国は先の戦で滅ぼされたはずでは？現在は国土の大半がヴァンクリフ領に併合されはしたものの、旧王都周辺は荒れ果て、もはや人の住む土地ではないと聞き及んでおりますが。無用の詮索はよしましょう。オリビアさんにはオリビアさんの事情があるのでしょうから。は、聖女様がそうおっしゃられるのであれば。アリア、どうしたの？ナイルを滅ぼしたのってうちのお父様なんだよね。Dad tension. Yeah, Olivia, 帰ってたのか。ああ。バンクリフ領での用事というのはもう済んだのかい？ひとまずは。話はそれだけか。ああ。寝る前に邪魔して悪かったね。お前の間の抜けた顔も改めて見てみると、そう悪くないかもな。どうも、と返すべきなのかな。His idiotic face. 私としては最大級の褒め言葉さ。飛び上がって喜ぶべきだな。オリビア。ヤッホー。さて、私はもう寝る。部屋を出て行ってくれないか。ああ、おやすみ。と、その前に。オリビア？選別だよ。それじゃおやすみ、魔法使い。はあ。あれ？ Is she gone? オリビアさんの荷物がない。 Yeah. そんな、どうして私たちに何も言わないで。そういうことだったのか。先生、何か理由を知ってるの？いや、ただ昨夜話をした時ちょっとおかしな感じだったんだ。一言ぐらい声をかけてくれてもよかったのに。なんだか部屋がガランとしてる。まるで最初からこの部屋には誰もいなかったみたい。 So the interesting thing about that is thatThis quest was entirely optional, it seemed. So, I wonder if this would have happened if the quest had failed. Like, maybe the scene would have just activated then, instead of during this quest, or if Olivia would have stuck around. あ、そこに花があるわ。本当だ。綺麗な色。見たことのない種類だね。
ナイル王国のあたりでだけ咲くという珍しい花だよ。ナイル王国って戦争で滅ぼされた？カヤ、Come on, girl. I'm begging you, keep up. とてもデリケートな花でね。気候が合わないとほとんど育たないらしい。戦でナイルの国土が荒れたせいで、この花を見かけることはほとんどないんだ。そうなんだ。あ、根元のところにカードが刺さってる。読んで、早く。こんなことを頼めた義理ではないかもしれないが、アリアとカヤ、この花の世話を頼む。枯らさないようにしてやってくれ。頼まれなくたってするもん。そうだね。でもこの花ってなんて名前なのかしら。アリア、知ってる？知らないよ。図書室で調べればわかるかな。いや、その必要はないよ。どうして気づかなかったんだ。先生、知ってるの？この花の名前はね、オリビアというんだ。ああ、OK。はあ。ドミノ殿。There it is。これはグランバック殿。どうされました？いつになく慌ただしいみたいですが。そう見えますか。私もまだまだ修行が足りんようですな。何があったのです？ Or I just realized this, but that that quest had a star on it, didn't it? Which, you know, I thought just meant that it was probably like a quest that had a really short window or something. But could that mean that now we're officially on Arya's path?Because we selected that quest? I don't know. Which would make sense, because that would mean that we're now basically heading towards the end of the game. I have no idea. バンクリフ領でとんでもないことが起こったようです。バンクリフ？ええ、戦です。Oh, man. ってことだ。Oh, Olivia. ついに恐れていた事態になってしまったか。Does she have anything to do with it?ドミノ殿はこの戦を予測しておられたのですか。We heard about the potential of war, but エルモアの情報でね。Yeah. このところ北方の蛮族の動きがおかしいと。But does that have anything to do with Olivia? しかしそれでは半分だけですな。半分。こたびの戦は蛮族だけが相手ではないのです。Oh man. それはどういう。どうも旧ナイルの民が領内で放棄したようで。That's not good。つまりバンクリフ公はうちの相手と外の相手。その二つと同時に戦わねばならないということですな。そしてバンクリフ公はナイルの民に対して負い目を持っていらっしゃる。そうですね。もっとも。公は戦に私情を挟むような方ではありませんし、ナイルの民の数はそれほど多くもありません。遠からず反乱を鎮圧されることでしょう。蛮族との戦いとて過去に何度も行われてきたこと。この王国において最も勇猛と評されるバンクリフ軍、さほど心配することもありますまい。そうですね。ただ何です？どうにも嫌な予感がしましてね。Yeah, no shit. 理由はないのです。ただ商人としての勘とでも申しましょうか。 The gods of the storyline are telling me so. なぜ今更になってナイルの民が反乱を起こしたのか、そこが不思議でならない。それは確かに。バンクリフ公はナイルの民にも配慮した統治をしてこられた。もちろんそれで祖国を滅ぼされた恨みが消えるわけではないでしょう。しかし生きていくために
彼らは併合を受け入れたはずです。Yeah, but now Olivia found out the reason that all that happened, the quote-unquote reason, while she was here in the tower with us from Princess Fiana. So, that probably sparked some of it, if I had to guess. それがなぜ今になって武装蜂起をするのか? Because those people found out that the war was just over a silly sword. 勝ち目がないのは子供の目にも明らかです。なるほど。ただの自暴自棄なのか、何か別の要因があるのか分かりません。そこが私には不気味でしてね。いや、申し訳ない。むやみに不安を煽るようなことを言ってしまいましたかな。いえ、情報感謝します。エルモ。おばあ様。Come on, this is not the time for this. There you go. あなたの予想が現実のものとなってしまった。アリアにも話したの?はい。アリアにはその権利があると思いますから。そう。どうするおつもりですか?そうね。まあ、あまり気は進まないけど、息子たちの様子くらいは見てこようかと思うよ。気になることもあるしね。それは、ナイルの民のことですか?そうよ。うちの男どもは妙なところで甘いからね。背中くらいは守ってやろうかと思ってさ。お姉様!なんだい?お願い、私も連れて行って。怪我した人の手当てくらいなら私でもできると思うの。アリア、気持ちはわかるが。ドミノの言う通りだよ。お前が言ったところで足手まといにしかならない。自分で自分を守れないようなひよっこを連れて行けるほど。おう、ハーシュ。戦場は甘い場所じゃないんだ。それにね、お前はきっと見たくないものをたくさん見ることになるよ。それに耐える覚悟はあるの?ないよ。じゃあダメだ。連れてはいけないね。やだ!アリア。確かにお姉様の言う通りよ。私はまだ半人前でいろんなこと知らなくて。Yeah, just the ultimate magic, you know, no big deal. 自分を守ることもできないし、弱くて、足手まといで。見たくないものを見たら、きっと動揺して取り乱して、泣き出しちゃうかもしれない。でも、だからって、ここでじっとしているだけなんて、私、絶対に嫌!そういうのね、わがままって言うんだよ。うん、知ってる。これは私のわがままなの。だからお姉様、これはお願いです。私のわがままに付き合ってください。いやいや、お前は本当に昔の私にそっくりだね。一度決めたらもうてこでも気持ちは動かない。ここで私がダメだと言っても勝手に自分で行こうとするんだろう。どうしてわかったの?というわけ。ドミノ、悪いけどアリアのこと頼むよ。私の戦嫌いはご存知でしょうに。弟子の危険を見過ごせるような男ではないこともよく知ってるわ。仕方ありませんね。助かるよ。え、先生、一緒に来てくれるの？ああ、一緒に行こう。ただし、言っておきますが。戦に加勢するつもりはないって。ええ。
私も行きます。カヤ、聞いてたの？立ち聞きしてごめんなさい。でもアリアの大声が聞こえたからすごく心配になって。カヤ、アリアが行くなら私も行きます。待って、カヤ、戦争なんだよ。いつものクエストなんかよりずっとたくさん危険があるんだよ。わかってる。でもならなおさらアリアを放っとけないよ。カヤ、アリアって罠があるってわかってるのに平気でそれに突っ込んでいくんだもの。アリア、お前そんなことしてたのかい？まあちょっと。カヤ、すまないがそれは諦めてくれ。どうしてですか？たとえどんなに強い魔法が使えても一度に二人を守ることはできないんだよ。体は一つしかないからね。カヤならこの意味がわかるだろ？はい。ごめんね、カヤ。ここで待っててくれる？うん、わかった。あのね、これも私のわがままなんだけど、カヤにここを守っていてもらいたいの。大切な私の帰る場所。うん、だってもうここが私たちの家なんだもん。そうだね、先生、カヤ、フィアンナ姫、オルガさん、アリア、マリエラさん、ティエさん、ロゼッタさん、エルモアお姉様、メレットさん、コンスタンティーヌさん、スファさん、モーリスモさんに、トゥピ、So many characters。そしていなくなっちゃったけど、オリビアさん、So is Merit。この塔が私の家で、ここにいる人が私の家族。本当にそう思ってる。でもダンクリフにもやっぱり私の家族がいるの。わかるよ。だからね、ちょっとだけ行ってくる。怪我しないでね。ちゃんと帰ってきたらすっすごいごちそう作ってあげるから。本当？やった！いい友達を持ったもんだね。うん、なんだってカヤは私の親友だもん。そうだね、爪の赤でも煎じて飲ませてもらうといいよ。さて、それじゃあすぐに行くとしよう。 Well, this is fascinating, though I think I may have accidentally gotten us onto Arya's route. Oops. But, you know. はい、カヤ、行ってくるね。 That's okay. I like Arya. 行ってらっしゃい。 Just wasn't what I intended. なぜだ？ Oh, man. なぜ我々がこうも苦戦をしている？わからん。どうにもこうのご命令が迅速さを欠いている。そんな気がしてならん。滅多なことを口にするな。我々は剣だ。こうのご命令こそが全て。ああ、すまなかった。心が乱れていては勝てる戦いにも負けてしまうからな。そういうことだ。どうやら戦況はあまり思わしくないようだね。曇り空、重苦しくて嫌な感じ。おまけに雪でも降ってきそうな空だね。とりあえず城へ急ぎましょう。エドワールお兄様。アリアか、一体どうしてここに？どうしても行くって言って聞かないもんでね。おば、あ、いえ、エルモアお姉様。Yes, to call her the same way. 久しぶりだね。ずいぶんいい男になったじゃないか。
デュメルお兄様はどこにいるの？それにお父様は？二人とも国境だ。兵を率いて蛮族を迎え撃っている。 We didn't make sprites for them, so you can't meet with them. 手こずっているのかい？残念ながら敵は傭兵まで雇っていたようです。蛮族は傭兵を？バカな。しかし事実です。ナイルの民の蜂起があったとも聞きましたが。ああ、だがそちらはあまり大したことはない。何せ絶対的に数が少ないからな。しかし鎮圧に向かわせたい自分が思いのほか手こずっている。 Yeah, because they have to deal with the dang, what's Olivia's title? Like the Beastmaster or whatever? 私はこれから増援を率いてそれを支援しに行く予定だ。数は少なりとはいえ内外に敵のいる状態が長引けば兵の士気にも関わってくるからな。民も不安を感じるだろう。エドワール様、増援軍の編成が終了いたしました。よし、すぐに出撃する。ナイルの反乱勢力を鎮圧し、そのまま父上と兄上の加勢に赴く。はっ。私も行く。ダメだ、それは許可できない。アリアはここで待っているんだ。やだ、それじゃあここまで来た意味がないよ。アリア、聞き分けてくれ。ダメなものはダメなんだ。いえ、エドワールド、連れて行ってやっていただけませんか？ひょっとしたら役に立つかもしれません。先生。いや、しかし。あなたの大切な妹は必ず私が守ります。わかった。ドミノ殿を信じよう。出撃する。 Oh man, the battlefield. しかもこう敵味方が入り乱れているとは。ここは一旦引いて戦列を立て直すしかないか。よう、久しぶりってほどでもないか。いや、speaking of foe。オリビア殿。オリビアさん。お前は驚いてないようだな、ドミノ。いや。まあ、薄々そうではないかと思っていた。ボケてるようで、存外勘がいいな。It wasn't that hard to figure out. 先生、どういうことなんですか？どうもこうもない。見ての通りだ。ナイル王国軍。バンクリフから見れば、反乱軍か。私がそれを率いているわけだ。そんな、どうして？下がれ、アリア。敬意はどうあれ、今は敵だ。いいね、その切り替えの速さ。貴族のお坊ちゃんにしておくのはちょっともったいないよ。頼みがある。なんだい？一騎打ちを申し込みたい。一騎打ちだと？君の後ろのナイルの民たち、彼らも今やバンクリフの民だ。これ以上の無駄な血を流したくない。いいだろう、受けてやる。感謝する。前兵下がれ。しかし、二度言わせるな。いつぞやの約束が果たせそうだな。私が勝ったらそちらの兵を引いてほしい。無理な相談かな。私が勝ったら、ナイル王国の復興に尽力していただけるよう皇帝陛下に掃除をすることを約束する。 I don't think you really have the authority to do that, but okay. お前の善意はありがたいが、やはりそれは偽善だな。すまない、できればこんな形で手合わせをしたくはなかったよ。甘いね。これは
手合わせじゃなくて戦いだ。やるじゃないか。でもね、場数が違うんだよ。所詮ね、あんたに直接の恨みはないが、ここでバンクリフの息子を見逃すわけにもいかない。それにナイルの民は皇帝への崇上なんて望んでいないさ。だろうな、私も君を恨むつもりはない。その潔さ、本当に惜しい。あの世で再会したらいい友人になれそうだ。やめて、オリビアさん。まずい、間に合うか。誰だ。私よ。Elmore. Oh, don't fuck with her. Yeah. 悪いけど、エドワールを殺させるわけにはいかないわ。一応可愛い孫だからね。エルモアおばあさま。Yeah, I kind of forgot she was here. お姉さま遠い。そうか。バンクリフに連なるものだったのか。黙っていたのは悪かった。でも、教えたらきっと怒ったでしょ。当たり前だ。私にこの鞭を授けたのは弱者に対する憐憫か。 She gave the whip to her? 才能のある者にふさわしい道具を渡した。それだけのこと。はで、どうする。これ以上やるなら私が相手になるけど。 Which would be a bad idea. 待って、こんなのダメだよ。絶対に間違ってる。アリア、オリビアさん、どうしてこんなことするの。私たちついこの間まであんなに仲良くやってたじゃない。それは私がナイル人だからさ。今の私こそが本来の自分。塔での暮らしの方がおかしかったんだ。剣闘士に身をやつし、恥辱にまみれながらも今日まで生きてきたのは、すべては国を滅ぼし父母を殺したバンクリフ公に復讐するため。そんな。だが少々当てが外れたな。公自らがこちらへ来ると踏んでいたんだが、バン族どもが動くのが早すぎた。やはり連携していたのか。まあ形の上ではな。本来はこちらが先に動き、その後に奴らが国境を越える手はずだったんだが、知恵の足りない連中だからな。待ちきれずに動いてしまったと。まあそういうわけだ。しかし考えようによっては、これはむしろチャンスかもしれないな。息子や娘たちを人質に取られたとあれば、バンクリフ公自らが出ざるを得ない。オリビア、君は軽蔑したか、ドミノ。私はもともとこういう女なのさ。違うの。私の知ってるオリビアさんはそんな人じゃない。アリア、ちょっと怖いところもあるけど、すごくかっこよくて頼りになって優しい人だな。それはお前たちを騙すためのまやかし。それが嘘だよ。じゃあなんであの花を残していったの。それはきっと今頃カヤが一生懸命あの花の世話をしてると思う。オリビアさんが帰ってきた時、がっかりさせないようにって。違う、私にはもう帰る場所などないんだ。あるよ、一緒に共に帰ろうよ。それでまたみんなで楽しく暮らすの。なぜそこにこだわる。アリアの家はバンクリフ家だろう。そしてバンクリフ家はナイル王国の敵だ。
家とか国とかどうでもいいよ。私はオリビアさんもお兄様もエルマーお姉様も好き。お父様は昔ちょっと嫌いだったけど、とにかく好きな人たちが私見たくないの。それはただのわがままだ。そうだよ、わがままだよ。でもね、オリビアさんのやろうとしてることだってわがまま。同じわがままなら私のわがままの方がずっとずっと素敵だと思う。 My selfishness is best。まだやる気かい？すまない、アリア。私は、いや、私たちナイルの民は復讐を諦めるわけにはいかない。 I'll be honest, I kind of thought she would. オリビア。確かに復讐は成し遂げた後に残るものなど何もないだろう。いや、それどころか新たな憎しみを生む。それが分かっているならなぜ祖国を失ってぽっかり開いたこの胸の大きな穴が私にそれを命じるのさ。だからアリア、邪魔立てすると言うなら私はたとえ相手がお前でも殺す。させるものか。王女様、王女様、もうやめてください。何？もう十分です。何を言っている。復讐はまだまだこれからだぞ。いいえ、本当にもう十分です。今の私たちには祖国を失った苦しみよりも王女様がそんなに辛そうな顔をなさっていることの方が。バカを言うな。私は辛くなどない。我々のためにあなた様がご無理をなさる必要はありません。大切な人なのでしょう。いや、私には祖国と引き換えにできるものなど何もない。そうでしょう、王女様。心の底からナイルを愛しておられた。ですからきっと復讐の祖国の代わりには。お前たち、私はどうすればいいんだ。一緒に帰ろうよ。え、アリ。さてどうするんだ。これでもまだやるつもりか。いや、民が復讐を望まぬというのどうして私にそれができよう。それでは私は民を支援に巻き込むだけの最低の女になってしまう。兵を引こう。反乱ごっこはこれで終了だ。オリビアさん、そこの魔女に膝枕されてるお坊ちゃん、一応騎士と見込んで頼みがあるんだ。なんだ。私の首はお前にくれてやるから、他のナイル人たちの罪は問わないでやってもらえないか。王女様、なんてことを。オリビア、オリビアさん。まあ待ちなさい、オリビア。あなたさっき反乱ごっこと言ったわね。ああ、一
人騒がせなのもほどほどにしてもらわないと困るな。軍まで出動させてしまったではないか。幸い双方負傷者はあれど死者もいないようだし。 Ain't that convenient? 厳重注意ということにしておこうか。何？やったー！お兄様、珍しく話がわかる。大体我々はこれからバンズコを撃退しに行かねばならんのだ。ごっこ遊びにいつまでも付き合っているような暇はない。撤収するぞ。In reality, the soldiers would be so pissed off. But that's okay. I'll take it.雪がやめばいいの？ああ、そうだ。完全に溶けなくてもよい。せめてこの雪が降り止んでくれればな。なんだ、それなら簡単だよ。ね、先生。なんだと？それは本当か？レグヌム・テンペスタスという魔法があります。それで雪が止むのか？うまくやれば、あるいは。できるだろうか。You don't need to. お断りします。なんだと。私はアリナを守るためにここへ来たのです。戦に加勢するつもりはありません。しかし蛮族を放置しておけばいずれはここにも奴らの手が迫る。今ここで戦うことこそが。ドミノ相手にそんな奇弁使っても無駄だよ、エドワード。I guess I was wrong. レグヌムテンペスタスなら私も使える。私がやってみよう。アリアのおかげでナイルの放棄は解決したし、少しは私もいいところを見せておかないとね。レグヌムテンペスタスは魔力を凄まじく消費するんですよ。それくらい知ってるよ。私を誰だと思ってるの？失礼ですが。今のあなたには身が重いのでは。すっかり嫌な男になったものね。さすがに気づいてたか。どういうこと？私の魔力はこのところ弱る一方なのさ。ま、外見だけ若くても年には勝てないってとこかね。それじゃ心配しなくていいさ。血を吐いてでも成功させる。結局ね、私は息子や孫が可愛いのさ。私利私欲のために魔法を使うと私を軽蔑する？私もあなたの立場ならそうするでしょう。さて、それじゃ一つやってみようか。I don't know why I thought that Arya knew that spell. But anyway. ダメだ。雪の勢いが強くなっていく。年は取りたくないもんだね。この程度の吹雪が押し返せないなんて。それに、エドワール、私にはお手上げだよ。そんな。がっかりするのはまだ早いわよ、お兄様。アリア、どういうことだ？私がやってみる。なんだと？まさか、アリア、やめろ。イミトール、アルス。 Yeah, there it is. She did it! 信じられん。雪が止んだ。魔法の力とはすごいものだな。しかもそれをアリアが。兄として鼻が高いぞ。
アリア、なんてことを。どうした。頭がクラクラする。アリア、いつの間にあんな呪文を覚えたんだ。すまないね、ドミノ。私の入れ知恵よ。とにかくアリアを休ませなくては。何が起こったんだ。アリアが使った魔法はイミトールアルスといって、術者の体に負担のかかる非常に危険なものなのです。なんだと。アリア、なぜそんなことを。バカだね、決まってるだろ。だって雪が止まないとお兄様やお父様が困るでしょ。すまない、アリア。最初から私がやっていれば。いいの、これはバンクリフ家の者の務めだから。先生には関係ないことだもん。それにそういう先生だから私好きなんだもん。 Whoa. There it is. アリア、好きとは一体どういう意味だ。Sorry, big bro. それはつまりただの嫌いではなく好きということか。取り乱すんじゃないよ。まったくみっともない。違うよ、お兄様。私本当に先生のこと好きだから。そんなシャキッとしなさい。くだらないことで時間を無駄にするんじゃないよ。You tell him, Grandma. せっかくアリアが体を張って天候を回復させたんだ。それを最大限に活用するのが今のあんたの役目でしょうが。はい。私も参りましょう。先生。アリアにここまでさせておいて、自分は何もしないというのでは。魔法使いの前に。男として情けないからね。アリアの大切な家族を守りに行ってくる。ドミノ、あなた。エルモア、あなたはアリアのそばにいてあげてください。それと運ばれてきた負傷者の治療もね。頭のズキズキが収まったら私も手伝う。あ、そうだね。でも無理はダメだよ。うん。では行くぞ、魔法使い殿。よろしく頼む。ええ。So Domino decided to fight on the war or in the war on Arya's behalf. こちらを数で上回っているので強気になっているのでは。数で踊るのは仕方がない。遊撃を引き受けた時から予想していたことだ。それを補うには敵の士気を削ぐことだ。奴らが予想もしていなかったようなことが起こるのが理想的だ。なるほど。しかしそんな奇跡を待っていても始まらん。無理を承知で突っ込んでかき回せるだけかき回そう。いや、ちょっと待ってください。なんだ、何か妙案でもあるのか。エドワールド殿、あなたが最も怖いと思うものは何ですか。何だと。Oh Jesus, is that a dragon?Yeah. It's probably an illusion, right? ドラゴンなんているわけがあるか。バカはお前だ。あいつに食われたいのか。こっちへ向かってくるぞ。あんな化け物を相手にできるか。引け。なるほど。これが魔法使い殿の策か。ええ、まあ子供じみた発想ですけどね。
あのドラゴンも幻影ですし、いずれ正体に気づく者も出てくるでしょう。そんな隙は与えん。突撃する。みんな私に続け。はっ。お、向こうの空にもドラゴンが。あれも魔法使い殿の仕業か。What should that be? いや、あれは私ではない。アリアだ、間違いない。 OK。 まったく無茶をする。しかしおかげで流れが変わりそうだ。行くぞ。一気に本体と合流して敵の中央を突破する。どうやら数勢は消したようですね。 I love this peaceful music. Ah, it's so wonderful. We murdered all their men. Now all their wives are widowed. Their children are fatherless. Ah, it's good times. Wonderful. And all is peaceful again. War is not good. 魔法使い殿の協力に心より感謝する。私はそんな大したことは。乱戦の中、私に矢が一本も当たらなかったのは魔法使い殿のおかげなのだろう。全員を守ることができればよかったのですが、あいにくと私の力ではあなたを守るのが精一杯でした。あなたの部下は何人も死んだ。我が身可愛さに言うのではないが、私という指揮官が死ねばさらに多くの部下が死んだはずだ。魔法使い殿の判断は間違っていない。 いえ、私はあなたが傷つけばアリアが悲しむ、そう思っただけです。彼らにはいずれあの世で私が詫びるさ。その魔法使い、いや、ドミノ殿。何です、急に改まって。こんな時に言うのもなんだが、アリアのことはよろしく頼む。はい、それはまあ。ドミノ殿ほどの人物であれば父上とて結婚に異議は唱えまい。結婚そうだ、それがいい。そもそもアリアは父の決めた結婚相手が嫌だと言って家を飛び出したのだから、ドミノ殿がバンクリフの一員になるというのなら戻ってくるだろう。いや、ちょっと待ってくださいよ。All right. こんなに人が。 Okay, and yeah, it is pretty bad, Aria, but it is almost an hour into the episode, so this is where we are going to call an end to today's episode. So, as always, thank you very much for watching. I hope you're enjoying it, and I'll see you all next time.